はい、えー、こんにちは、そっか、じくのくぼです。今回はですね、麻生太郎さんと河野太郎さんのダブル太郎ですね。この麻生太郎さん、麻生太郎財務大臣ですね。こちらの、まあ、集会ですよね。こちらの集会にですね、まあ、なんと河野太郎さんが呼ばれたんですけども、もうね、終始、無言というか、仏教面で、もう麻生さんのね、嫌がらせに、もうほとほと嫌気がさしてみたいですね。何が起きたんでしょうか。あ、これはですね、 まずは前提として出席された方はいかにも動員されましたみたいな地元企業の社員ばかりでもう仕方なく来たって感じですよね。まあ麻生さんの期限取るためには仕方ないんでしょうねこれね。まあそういうので集まったんですけども ちょっと写真でね、ノーパンしゃぶしゃぶなんとかって書いてますけど、これは飛ばしましょう。まあ、麻生さんも行ったんでしょうけどね。で、新潟で、えこの件はあったらしいんですけども、なんか麻生派の議員さんの激励の集いと見せかけて、麻生さんが自分が気持ち良くなるための会だったそうなんですよ。で、そこに河野太郎さんが呼ばれたわけなんですけども、まあ、太郎太郎でね、盛り上がるのかなと思ったら、会場は異様な雰囲気で包まれていたと。河野さんが、もうブチギれ状態だったということなんですよね。 忙しい中、こんな集団の中に呼ばれてね。何だったんだろうかということなんですよ。ちなみにこの記事、いつなんだろう。え1月7日ですね。最近ですね。今日じゃないか。うん、で、えっ、ー、と、ここです。場が凍ったのは、挨拶に立った麻生氏が軽口を飛ばした瞬間であると。木下売り出し中の太郎、河野太郎ですね。と、まだそこそこ売れてる太郎。麻生太郎さん自身のことです。<laughs> 二人の太郎がやってきました。みたいな感じで言ったんでしょうね。で、 ニコニコしてんのはこの回を仕切って冗談じゃない笑えないこと言ってる麻生さんだけでまあ河野さんはねそれに歯向かうように愛想笑いすら浮かべなかったということなんですようんまあもともとこの麻生さんの発言っていうのが反応していいのかどうかわからないような微妙な自虐ネタではあるんですけどもしかもね前日にはこう書いてますけども菅総理がネット番組で「こんにちはガースーです」と言って品縮を買ったばかりなんですよ その前にはなんかね、安倍総理がお家で過ごそうみたいな、星野源さんとのコラボを無理やりやって、あれもなんか寒かったような気がしますけどもね。あげにはね、黒川さんはかけまうじゃんですからね。賭かけまうじゃん、やらしてもらいたいですね、もう。まあ、それで、河野さんも悪いに言われなかったということなんだというふうに見て取ってる人がいるってことですよね。で、しかもこの河野太郎さんってひどいんですよ。あの、直前のドタ参加ですよ。急に呼ばれて、 麻生さんに呼びつけられて仕方なく行ったらしいんですよ。で、行ってみたら、まあ来賓ですからね、胸に花のなんかね、あれ、つけるじゃないですか。あれもなかったらしいんですよ。すごい嫌がらせですよね。呼ばれて、なんか来賓の扱い受けてないというね。じゃあ呼ぶなよって話ですよね。で、これもご本人さんの声ではないんですけども、こういうふうに書いてますね。行きたくもないのに呼ばれて行ったら、扱いは悪いわ。盛り上がらないわ。河野さんに同情しますって言われてますよね。 まさにその通りでございます。まあ、詳しく知りたい方はこのね、週刊現代を買って読んでください。では以上です。